僕やば。さて、20は体の部分前半をお送りしていこう。萌え子にもらった義理チョコを特別と思って意気込む足立。本人なりに理想の構図を書いているようだな。だがしかし、こんな入れ方をする人を私は知らん。無造作というより文字通り投げやりに近いよね。第三者の協力により達成していこうというスタイル。本人から言うより別の人からの気づきの方が破壊力があるという古来からの必勝法。まあ、主張している側からすると萌え子が可愛くてどうでも良くなってしまう部分もあるわけで。ブンク、そうはならんと即座に否定される。だが足立はめげない。いざ実践。この無造作のシーンは萌え子が見てないから意味がないんだよな。形から入ることが大事。結局落ちたクッキーを市川が拾ってくれてるね。萌え子の下駄箱がわからぬまま適当な位置にクッキーを突っ込む市川。だがその下駄箱は、山田の下駄箱なのであった。この展開は市川が山田に渡していると勘違いされちゃうね。ここまで足立のいいところなし。萌え子も霊夢の言うように勘違いをしたのか。なんかこのシーンめっちゃいいけど、ゲームのワンシーンみたいだね。どこかで見たことがある感じはするな。状況の整理をしてみよう。おおむねはこのような図式だな。事件風味にすると面白いね。足立は黒幕。市川は萌え子が山田に渡そうとしたのを止めている。萌え子は本来の役目を知らないため、山田に渡そうとしているな。山田はいろんな意味で被害者。市川の下駄箱投入ミスを含め、市川と萌え子の接近が行われている。山田からしたらいいところなしだな。ここの山田の描写は何だろうね。驚いた様子にしか見えないけど。確かに意味深なシーンだ。メモで残してある。だが安心しろ、いつも通りの山田だ。恨み深し。黒幕は親と共に出頭するのであった。足立のプランとしてはこの後どうするつもりだったんだろうか。一日放置で萌え子の心をくすぐるとか？それなら作詞だが。さて。しかし足立のお母様、すごいスタイルだね。しかも若くて美人様。のりお先生曰く、夜の蝶らしいぞ。ホステスってことよね。この美貌なら人気がすごそう。ホステス以外に、不吉の蝶とも言われていてな。見た目は間違いなくホステスだが、正面を切ってバレンタインのチョコを褒める足立。萌え子は全員に渡したと言い切るが、そこがな、と言い放った足立。萌え子との可能性がここから生まれるようになる。足立、親にクッキー作ってもらったとはいえ、正面切って伝えるのはイケメンよね。萌え子はバレンタインのお返しをこの一言でしてもらったことになるな。萌えちゃんのプンクベリカは、足立は萌え子のことをすげえいいやつと言って、萌え子が謙遜したところ、そこがなと言い放った。萌え子が義理でしていることを、人情で褒めたんだな。思いやりというやつだ。義理と人情は対立する世界にある。足立と萌え子はいがみ合ってはいたが、義理人情と制度化されたセットで考えることもできる不思議な言葉だ。足立と萌え子は両方を受け入れたと見れるだろう。足立は目を見れない。だが、意思は伝え、足立ママは萌え子の様子を見て満足げ。硬くて柔らかいものが入り込んだ感じだよね。萌えちゃんが赤面するのもわかる気がする。黒幕の自白により、萌え子は心が動いている。だが、足立の本命は本来は山田のはずだ。萌え子は少しクッキーを見つめ、山田に渡す。一歩引いてみると面白い図式になっているな。全員意図が違うよね。でも全員が幸せになるという。前回を含めると、山田は市川から二重にホワイトデーをもらった形になるな。サプライズと思っているのだろう。市川は本来ちゃんと山田と萌え子に伝えるべきだったが、足立のことも考えた末、言えなかったのであろう。これはやばいやつ。足立ラブレターよ。字が汚い。そう、そこがミソだ。山田はな、市川の字を知っているはずだ。あ ?3 は、キッシュのシーン。あれは市川が書いたものだと山田は気づいていると考察している人も多いだろう。それを踏まえるとこのシーン、違和感しかない。山田が忘れている可能性は？ありえなくはないが、作者であるのりお先生が山田は記憶力は良いと言っている。前提条件の否定は？極めて低い。9話で同じ機種を使っていた。大事に持っていたと思って差し支えない。でも浮かぶのは市川。不思議だ。恋は盲目。そう言ったら通りはするが。文字通り目が見えてない状態か。心の考察ができるなら楽しみだね。見えてないかもな。うん。大興奮とパニックのもと、オープニングへ移行するのであった。僕やば。さて、教室での出来事だな。仲良しグループはクラス替えの際、バラバラにされることを懸念しているね。小林が見るたびに可愛くなっている気がするのだが。確かに。瞳の色も好きかも。作戦立案。小林、指揮官。小林、指揮系統は、早くも乱れた。周りは驚愕するばかり。
これは指揮官が悪いのか山田が悪いのか。主に指揮官だが、どっちも可愛いから許される。これは小林が良くないな。作戦ミス。しっかり者だけどどこか爪が甘い。だがそれがいい。とうとう仲違い。たまらないな。ブラックラグーンみたいなセリフやめれ。片や、それを眺めていた市川だったが。変わったな。このシーンめっちゃ好きだ。19話で神崎も褒めてたけど、受け入れるって大事よね。受け入れてもらうというのも大事。市川は以前なら間違いなく挙動っていただろう。かわいい。本当によかった。なんか目頭が熱くなるね。ずっと見てきた子が今も見ている。学校、楽しいな。目頭が熱くなるね。たまらん。放課後、市川は自分の机を撫でているな。ちと意味深ではあるが、勘繰りはここは予想。その後山田の机を見る。思い出すものがあるのかもね。目頭が熱くなるね。お前それしか言ってないな。名残惜しそうに見つめる。だが、市川は何かに気づく。光が差し込んだ机に、十字のような影。これはみんな違和感を感じたかもね。そうかもしれないな。ほぼほぼ意味をなし得ない。だからこそ、意味がある。心の考察かな。そうだな。まだ手を出せてないが、ギミックストックはしてある。面白いのが次だ。違和感を感じるか？あ、時間。十字十分だな。十字と被る。これは意図的だと考えている。あとは山田の当店。これも違和感を感じる。心の考察が楽しみだね。頑張ります。さて、次は体育館でバスケだな。今回の動画はバスケまでとしておこう。山田からワンオンワンの提案をされた市川。全般でアニメーションは綺麗だが、ここの山田はなぜか目を引くな。セクシーだからだろうか。このシーンは、背景を動かして山田が歩いているように見せているな。よくある手法なのでは？昔のスポーツアニメでよく見たな。素人目だから合ってないかもしれないが、バスケ経験者の山田が超有利な展開。君が好きだと叫びたい。意外と姑息な手を使ってフリー。シュートまで持っていったね。下から上に上がるアングルを 3.4 回繰り返したらスラムダンク認定してたところだ。なんか見たことあるんだよな。山田さんのシュートは外れたようで。ディフェンスに定評のある山田。ふんふんふん。これだけわかりやすいと逆におかしい気がする。猜疑心が芽生えてきたな。ディスコリファイティングファウル。実に悪質。だがそれがいい。山田も可愛いが、市川も十分可愛いな。もう説明はいらない。凍りついてく時間をぶち壊したい。曲使わないの？いつか刺される。いやごめん。こいつら可愛すぎる。胸を押さえる位置がデカすぎる成果下支えになっとる。あんたよく見てるね。考察のためだ。致し方なし。ここのシーンはもう、スラムダンクだって言い切れるレベルだな。背景が動いてある程度同じリズムでキャラを動かすというのかなんというのか。専門用語がありそうだが。後ろからぬっと現れる山田もポイントが高いね。入ったら告白する。まさに君が好きだと叫びたい。勇気で踏み出したな。告白を射止めた山田。そう、まさに射止めた。このシーン良かったね。何回でも見直せる。伴奏が一度止まり、山田のタップ。曲が最高潮で鳴り響くな。最高。この熱い思いを受け止めてほしい。市川としては、シュートが決まれば告白だったため、自分のゴールと認識してしまいそうになるが、山田は自分が決めたため、自分のゴールとして譲らないのであった。バスケ本当に好きなんだな。市川が付き合ってくれたからだよ。無意識に発言し、意識してしまう。いかにもこの二人らしい。今日って呼んでいい？ファーストネーム。中学生には刺激が強いな。しかも相手は好きな人。一歩、大人の階段を登る。市川は小さい声でいい。と呟いたように聞こえる。甘酸っぱいね。名前で呼ぶって距離感の接近が如実にわかるから、市川はドギマギしちゃうよね。勝利した山田のお願い。それは二人にとって嬉しいことだった。舞台は市川のお誕生日会へ続いていく。今回はここまでだな。道中で紹介したガイドブック。概要欄にリンクを貼っておくのでまだの方はぜひお手に取ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント等ぜひお願いします。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。